はい、古河市のですね、古河公方が屋敷を築いて、その御所としてですね、古河公方の、古河御所、の、近くにありますね、徳源院さんの跡地に来ています。周辺はですね、鴻巣って呼ばれている場所になりますし、現在も住所で残ってますよね。で、鴻巣御所とも呼ばれてみたいですけども、こちらの徳源院さんはですね、ちょっと離れた場所にあってですね、もちろん久保家ゆかりの人たちの、お墓があるんですけども、まずはですね、徳源院さんがちょっと特殊な感じなんで、ちょっとお話をさせていただくと、今、アジサイがちょっと綺麗ですよね。前回大雨の中来たんで、今日はと思ったんですが、なんとか晴れていると。少し前回よりは見やすいと思いますね。ちょっと夏なんでセミの声を聞きながらという感じになりますよね。ここはですね、古河総合公園で、地元の方はご存知なんですけども、かなり大きな公園でですね、そういったちょっと跡地にの一角にあるというような感じになりますよね。今屋敷跡って書いてありますけども、ここが古河公方、って書いてありますよね。久保家の御所自体はですね、川沿いというか、もう少し離れていてですね、ちょっとこの徳源院さんというのは、ちょっと特殊というかですね、この公園内にある、墓地があるんですけども、その跡地になるんですけども、現在、徳源院という寺院はないんですけども、その跡地ということで、ここに整備されて、公園の中に一角にあります。ちょっと階段階級不明と言ってもですね、階級が古河公方の足利義雄事項なんで、しっかりした由緒はもちろんあると思いますし、こちらはですね、徳源院何々とかいっぱいあるんですけど、例えば法守院とか随雲院とか、花雲院とか、そういう名前の、総合みたいな感じなんですよね。総合公園の総合とは関係ないですけど、義雄事項の墓所、あと、氏姫公の墓所があるということで、有名な感じになりますよね。ただ、ちょっとここは、過去のですね、何々院っていうのを、ちょっと、なんですかね、合祀っていうんですかね、一緒に祀ったというか、一つにまとめたような感じにもちょっと見えられますけども、そもそも徳源院という名称がですね、その足利義雄五代、足利古河公方の、足利義雄公の、姫であった氏姫、の、法名ということになってますし、先ほど言った法守院っていうのは、足利春氏、四代春氏公の、妻、で、しかも、北条氏綱の娘さんですよね、の、戒名、法名になっていますので、正月院さんっていうのがあるんですけども、そこはその元の感じで、足利会期、の三つの寺院ということで、分かっているようですけども、ちょっとはっきりしない部分もあるんですけども、一応史跡家なんで、説明文がちゃんと出てますんでね、周り公園地化してるんで関係ないところはちょっと今映しませんけども、単純にここの、ここが久保家ですね、足利義雄墓所って書いてありますけども、ここ全体がですね、徳源院として、一角に整備されているという感じなんですよね。こちらにね、書いてあるんで、あれ、氏姫の上りがなくなってしまいましたね。この前あったんですけどもね。こちらに、ちょっとこれ見づらいですね。ちょっと私のポンコツ解説の方で行きますか。こちらにですね、入り口にある、お墓が、足利義雄事項なんですけど、個別にちょっとお話ししてますんでね。ちょっと徳源院の雰囲気だけ、全体がちょっとよくわかりませんので、こんな鬱々としたちょっと杉の木の、この一角だけがですね、ちょっと静かに、涼しくなっているような感じになります。史跡として保護されてますので、ここがなくなるようなことはないと思いますけども、お二人の氏姫の墓もありますし、氏姫はね、かなり地元では、大河ドラマになんて言ってるぐらいですから、かなり著名な方になりますよね。はい、ここが、鴻巣にあります、徳源院です。